オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響先生です。Bonjour, comment allez-vous? こんにちは、アンサンブル講師の響です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。さて、今更言うことでもないですが、フランス語ではアッシュを発音しませんね。そのせいで僕の名前は響きではなくいびきと発音されてしまいます。なのでフランスで知り合った人は僕の名前にアッシュが入っていると知らないことも多く、その度に日本語での響きといびきの意味の違いを説明しています。もう慣れましたし笑いも取れるのでいいのですが、自分の名前を正しく発音してもらえるに越したことはないですよね。皆さんの中にも名前にアッシュが入っているせいで苦労しているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。ところで最近ふと考えたのは、果たして自分の名前に入っているのは有音のアッシュなのだろうか、それとも無音のアッシュなのだろうかということです。この有音のアッシュと無音のアッシュ、聞いたことはあるけれど違いがよくわからないという方も多いと思います。有音であろうと無音であろうと、どちらも発音しないことには変わりありません。では一体何が違うのでしょうか。実はその違いは前に別の単語が来て初めてはっきりするのです。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、響がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はアンサンブルメイト様の普通研受験報告をお伝えいたします。それでは本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほどの話の続きですが、アリコという単語をご存知でしょうか。インゲン豆という意味ですが、この単語は有音のアッシュで始まります。そして有音のアッシュは発音しないにもかかわらず、そこに音があると考えるのです。つまりアリコは男性名詞なので、定冠詞をつけるならば男性単数形のルを入れますが、他の子音で始まっている男性名詞と同じように、この単語も語頭に音があると考えてエリジオンをしないのです。なのでうの綴りを残したまんま、ルアリコと発音します。ただこの決まり、ネイティブにとっても紛らわしいらしく、複数形になるとかなり曖昧になってしまいます。というのも、本来アリコは有音のアッシュで始まるので、エリジオンだけでなくリエゾンもできません。よって複数定冠詞をつけた場合はレアリコと分けて発音しなければならないのですが、リエゾンをし定冠詞レの S を読んでレザリコと発音するフランス人も多くいます。しかしせっかくフランス語を勉強するのであれば、こういった細かい規則にも気をつけたいですよね。それから日常的によく使う表現の中にも有音のアッシュは現れます。皆さんは楽しみと言いたいときに何と言いますか。楽しいという言葉が入っているからといってサミューゼ
は使わないので注意してくださいね。フランス語では、avoir chaud、avoir faim など、avoir を使った表現が多いですが、楽しみという時にもこの動詞を使い、avoir hâte de というふうに言います。でのあとには動詞の不定形が続くので、何々するのが楽しみという意味ですね。なので例えば、アメリカに行くのが楽しみと言いたい場合は、j'ai hâte d'aller aux États-Unis。J'ai hâte d'aller aux États-Unis。J'ai hâte d'aller aux États-Unis のように言います。他の慣用句と同様、この at も無冠詞で用いられている名詞です。女性名詞で急ぐことという意味なので、avoir hâte deは文字通りには急いで早く何々したいという意味になります。そしてこの単語は有音の ash で始まっているので気をつけましょう。読み方は at で母音で始まりますが、定冠詞をつけてもエリジョンは起きずに la at というふうに読みます。ところで有音の ash をフランス語ではh aspiré、 無音の h を h muet と言いますが、もし僕の名前が有音の h ならば、 le h de ibiki est un h aspiré と読むところを、無音の h ならば、 le h d'ibiki est un h muet というふうにエリジオンが起きてつながってしまいます。僕としてはやっぱりまだ原型をとどめている感じがするので、願わくば有音のアッシュの方がいいですね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。アビアント。響き先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部は、アンサンブルスタッフのミキがお送りします。今回はおなじみ仏研実用フランス語技能検定のアンサンブルメイト様の仏研受験報告をお届けいたします。本日ご紹介させていただくのは、2級に見事合格されたレモンジーナ様の受験報告です。フランス語を勉強するきっかけは、職場でフランス人と知り合い、もっとコミュニケーションが取れるようになりたいという思いからだったそうです。仕事と勉強の両立は難しく、会話メインにしていたら文章を書くことが苦手になってしまい、アンサンブルの講師に相談したところ、仏研を勧められたとのこと。2級には2回目のチャレンジで合格されたというレモンジーナさん、1回目に不合格となった理由を具体的に挙げてくださいました。社会人になってからの語学検定試験は、青春時代をもう一度思い出させてくれるような爽やかな経験だったそうです。しかしながら、実際に不合格の通知を受け取ると本当に悔しく、なぜ落ちたのかを分析し、次回は絶対に合格するという気持ちで試験の3ヶ月前から対策に取り組んだそうです。
参考書を新たに購入し、練習問題を1日1ページだけ必ず解くという目標を立て、さらに2日にチャレンジするということを家族や周りの人たちに宣言することにより、自分に小さなプレッシャーをかけたというレモンジーナさん。週1回のアンサンブルのレッスンも活用し、さらにはアンサンブルのビデオ講座も購入され、わからない項目はスカイプレッスンで説明を受けたそうです。優しい講師に毎週励まされたことで、2件対策という孤独な戦いを乗り越えられたとのこと。辛い時に励まし、サポートしてくれる人の存在は大切だったそうです。一次試験を無事に合格し、二次試験の面接はほぼ満点で合格されたレモンジーナさん。アンサンブルのネイティブ講師と50分会話する方がよっぽど大変だと思えるほど、試験対策の手応えを感じられたそうです。レモンジーナさん、改めて2級合格おめでとうございます。さて、今回ご紹介させていただいた受験報告はごく一部です。全文をご覧になりたい方はぜひ、アンサンブルが運営しているコミュニティサイト、クラブアンサンブルの試験体験談、2件2級より、レモンジーナさんの投稿をご覧ください。実際に受験した方ならではの役に立つアドバイス、勇気をもらえるメッセージが込められています。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。